ちゃさん、レインボースターありがとう。 AB さん、花火ありがとう。あ、リップ塗るの忘れした。マルトモちゃんさん、金魚ありがとう。ヘンダンソンさん、ハートと花火ありがとう。ブヤッキーさん、ありがとう。金魚ありがとう。ヨシトさん、花火ありがとう。こんばんは。こんばんは。リチャさん、ブラックさん、こんばんは。バリーさん、こんばんは。キョウタロウさん、こんばんは。猫好きさん、テッツーさん、ヒラリンハットさん、ナギイチゴさん、キサッシーさん、ノンタンさん、ヘンダーソンさん、ありがとう。ダイさん、レインボースターありがとう。すごい、バリーさん、これ何、レインボースターのタワー。なんか初めて見た、このレインボースターかも。ありがとう。あ、ブラックさんもありがとう。タワーありがとう。嬉しい。ありがとう。すごい。待って、すごい嬉しい。ありがとう。のんちゃんさんもありがとう。ありがとう。すごいね、本当にみんなありがとう。ありがとう。ありがとう。お礼カキカキします。みんなありがとね。ありがとう。
この後晩ご飯だから投げておきます。ねえ、ありがとう。本当に嬉しい。ありがとう。お誕生日もおめでとう。お誕生日おめでとうね。ありがとうね。めっちゃ嬉しい。誕生日、誕生日祝いだ。ありがとう。ブラックさん、お誕生日おめでとう。ありがとう。タワーまでありがとう。アリンさん、レインボースタータワーありがとう。本当に今日の昼間もありがとうね。とても嬉しいです。いつもありがとうございます。ありがとう。スチスチありがとう。虹ありがとうございます。ありがとう。本当にこちらこそたくさんたくさんいつもありがとうね、バディさん。とてもとても嬉しいです。ありがとうございます。かわいいレインボースターありがとう。しおさん、猫好きさん、てつーさん、ひらりんはつさん、猫好きさん、だいさん、しおさん、ありがとうございます。次はブラックさん。登るクマ、四色玉花火、こっそりお祝いしてもらう予定でしたが大失敗で、やっぱりそういうことだったんだ。悲しいよ。パチパチ、待って、追いつけてないか、ごめん、ありがとう。あ、タワーパチパチ、みんなありがとうね。もし見落としてるのがあったら教えてね。登るクマ、四色玉花火とはありがとう。もう本当にありがとうね。お誕生日もおめでとう。こっそりが行けなかったな。でもお祝いできてよかった。ショールームでお誕生日おめでとう。ありがとう。タワーありがとうね。本当に
嬉しい、とても。タオアンドお誕生日おめ、お誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。何歳か分かんないけど、今年もじゃないか、この一年もゆいたんとの思い出作りましょう。イエーイお誕生日おめでとう。すちすち、ありがとう、ありがとう。これから配信してギフトもらおうかな。え、そうじゃん、ブラックさんショールーマンやん配信していいよ、配信しよう晩ご飯の後ぜひ配信してください。ありがとう、こちらこそありがとう。本当にありがとうございます。次はのんたんさん、のんたんさんありがとう。のんたんさんも4色くま、のぼるくま4色玉。ではご飯、ではご飯、ご飯ゆっくり食べてきて、お誕生日ご飯。みんなにお祝いしてもらえるといいなまたご飯の後もまだやってるかも。ゆっくりご飯食べてきてね、ありがとね。広島のリアルお話がお疲れ様でした。浴衣めっちゃ浴衣可愛かったで、楽しかった、ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。のんたんさん、のぼるくま四色玉花火タワーありがとう。モンタさんも本当にいつもたくさんありがとうございます。応援してくれて嬉しいです、ありがとう。スチスチありがとう。パチパチもありがとう。クマありがとうございます。花火タワーありがとう。
ありがとう。とてもとても嬉しいです。ありがとうございます。ジョンドーさん、テッツーさん、ソーちゃんさん、プンちゃんさん、リコちゃん、ミシトラさん、あやのちゃん、イッチーちゃんさん、フーポムさん、小雪さん、シマチさん、ミンミンさん、カンさん、ジュアンさん、ブヤッキーさん、エスケームさん、ノンタンさん、花火もたくさんありがとう。ありがとうございます。こんばんは、みんな、こんばんは。さっき最後の方ね、24時間テレビ見てたよ。みんなちょっと見ましたか？全録画してます。すごっ。録画容量めっちゃあるやん。こんばんは。あ、コメント欄もみんなお誕生日おめでとうって言ってくれてありがとう。素敵なコメントなんだ。きちんと整理してます。さすがです。さすが。なんか見たら消すってしたいけどさ、なんだかんださ、うわまた見返したいかもとかさ、ドラマとかだと10話消したくないとか思っちゃって。なかなか24時間は録画できないでした。こんばんは。さあちゃんさん、てっつーさん、ハート花火ありがとう。おーまっさん、こんばんは。私リオナちゃんっていう子がめっちゃ好きで、だからたまたまつけたらリオナちゃん出てて可愛くて癒されました。可愛い、ありがとう。しけんさん、こんばんは。ゆいたんが出たドラマまだ残ってるよ、やばい。ありがとうございます。スーパー行ったらお米が全て売り切れでした。え、それなんかめっちゃネットニュース、社会的ニュースになってるよね。
自分それ思ったことないだけど、ないのかな、そんなにないんだね。広島はある気がする都会だとないのかな。なんかこのね、自然災害とかで結構買い込んだ人も多いみたいだよね。広島もないよ。え、そうなの？じゃあ場所によるんかな。福岡もないと妻が言ってました。福岡は都会だからな。じゃあ今メルカリとかでさ、何、自宅にお米が余ってる人ね、お米が余ってる人はさ、メルカリとかさ、なんかそういうね、フリマアプリ、ヤフーのなんだっけとか、そういうの出したらめっちゃ高く売れそうだね。それ目的で買い占めてる人が、あ、最悪だそうだよね。まあそうなってくるよね。お米がなくなるスーパーが続出とか言ったら、もうその時点でそういうことを考えてみんな買い占めに行きますよね。ねえ、パックご飯だけあります。パックご飯あるならいいか、いいか困らない。ね、なんかでもお米がスーパーからなくなるってすごくない？この時代に。だってなんならさ、お米なんてさ余っちゃって大変でさっていうイメージなんだけど。100キラキラ、ありがとう。キラ星、星なぎもありがとうございます。なんかお米離れみたいなイメージしかないからね、すごいなんかちょっといいことに思えちゃうレオの米騒動、結構それくらいすごい。もうじき新米が出てくるから、買い占めしても笑い話になるよ。そうなんでもなんていうの、新米だって言うね。新米ってあんまり美味しくないって言わない？違ったらすいません。こんばんは。ベレッタさん花火ありがとう。ウェッキーさんも花火ありがとう。ケイセキさんレインボースターありがとう。AB さん花火ありがとう。レガスマンさんも花火ありがとう。31年前も米不足で、海外から美味しくない
米が入ってきました。あー、え、タイ米とかそういうことじゃなくて。そうなんだ。締め込まるよね。大丸東京の AKB さんの新グッズも買い占めされて買えない。うわうわうわって感じだね。なんかさ、え、そういうのってでも一応個数決まってて、なの個数一人お会計3つまでとかで、それでも買い占め3つされちゃうのか、それともそういうのがなくてだったらちょっと設定ミスですね。新米は美味しいよ、食べ比べたら全然違う。え、そうなんだ。そうなの、新米が美味しい方、新米美味しいですよ。そうなんだ、タイ米です。なんかタイ米自分そんな嫌いじゃない。タイ米お弁当作って持っていく家は、持っていく家はお米ないと大変みたい。そうだよね、確かに。それはそうだね、お弁当作る人はやっぱりお米の消費量が多いですよね。もうサンドイッチにしてもらえますか。店舗に並ぶのは全部新米が並ぶから新米は美味しい。え、そうなんだ、そうなんだね、新米は美味しいよ。新米、そうなんだ。タイ米はカレーとかチャーハンに向いています。はあ、パラパラってこと。ありがとうわ。え、ほんとだ、ありがとうわ、嬉しい。誰だ、さあちゃんさん、ありがとう。今日は昼間もありがとうね、嬉しいです、とてもありがとうございます。ありがとう、さあちゃんさん、いつもありがとうございます。花火、花火美人くま、ありがとう。あ、みなたはパチパチもありがとう。
浴衣くまちゃん、こんばんは。少し押し投げさせてください。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます、本当に。おー、マサさん、ありがとう。嬉しい。一尺玉花火、ありがとう。ありがとうね。ありがとう、パチパチ、ありがとう。嬉しい、とっても嬉しいです。ありがとう、マサさん。ちゃんさん、浴衣、浴衣、浴衣じゃない、花火、花火美人くん、ありがとう。ありがたわ、ありがとう。いつも昼配信もありがとう。スチスチ、ありがとうございます。ありがとう、とってもとっても嬉しいです。いつもありがとう。くま、浴衣くまちゃんです。ありがとうね、ありがとうございます。パチパチもありがとう。いつもありがとうございます。ありがとう。
てっつーさん、SKM さん、ハートありがとう。ヨンちゃんさん、STI さん、HY さん、ミンミンさん、アキラさん、台湾のアキラさん、旅猫さん、ありがとうございます。味方くんもかわいい、ありがとう。ポイントからでもいいと思います。ありがとう。もうマサさん、ありがとうね。まだ緑の花火も合算タワーです。あ、モンタンさん、ありがとう。本当だ、ありがとう。三寸玉みたいなやつだっけ。ありがとう。今日はパチパチありがとう。大政さん、一尺玉タワーありがとう。とてもとっても嬉しいです。ありがとう。大政さんも本当にいつもありがとうね。ありがとう。スチスチありがとう。花火ありがとう。いつもありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ぼちぼちもありがとう。ありがとう、ゆうた。ということありがとう。マスさん、いつも。いつもたくさん、とても嬉しいです。ありがとうございます。ゆいかわ、ゆいかわ、嬉しい。ゆいかわありがとう。のんたんさん
緑の花火タワーでいいか、いいかな、緑の、みんな緑の花火タワーって呼んで、三寸なんだっけ、三尺じゃないし、三寸玉だ。こんばんは。皆さん配信来てくれてありがとうございます。メンバーからメッセージが来た。後で返します。のんたんさん、三寸玉タワーありがとう、ありがとうございます。のんたんさんも本当いつも応援してくれて嬉しいです。スチスチありがとう、ありがとうございます。パチパチもありがとう。ありがとうございます。あ、花火ありがとう。花火ありがとうございます。パチパチありがとう。てっつーさん、はるおさん、およよさん、たんたんさん、ありがとう。ギフトありがとうございます。ひろきさん、こんばんは。星投げもありがとうございます。ビスさんのイベントに参加しているので、明日までなので、もしよかったら応援してくれたら嬉しいです。金魚たくさん、かわいい、ありがとう。バリーさん、金魚ありがとう。かわいい、ずっと金魚が泳いでる、かわいい、ありがとう。ワイちゃんさん、ハートありがとう。こんばんは。ナーラブさんもこんばんは。
ヨカナさん、金魚ありがとう。7時46分から始めたんだ。え、もう1時間弱経つってこと？7時46だから9時46で1時間。22時46分で2時間。自分が今日昼間夕方41分配信したから19分残ってるから20分足すと11時5分までかな。バディさん、もう嬉しい、ありがとう。花火タワーありがとう。たくさん嬉しいです、ありがとうございます。四色玉花火タワーだっけ。ありがとう。お、ありがとう。パチパチありがとう。バディさん。花火タワー、こんばんは。フォローの呼びかけもありがとう。皆さん気軽にコメントしてくださいね。ありがとうございます。
こんばんは、こんばんは。誕生日の晩ご飯は豪華にホットプレートで焼きそば。あ、そうじゃん、ご飯行ったかと思ってたらまだ見ててくれした。いいね。え、なんかお祭りみたい。パーティー、パーティーだ。いいね。ホットプレート楽しいよね。パリーさん、四色玉花火タワーありがとう。もう本当に嬉しい。ありがとう。今日ありがとう。とても連日タワー嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。スチスチ、いつもありがとう。ありがとう。こちらこそ本当に私の方がいっぱいいっぱいありがとうです。ありがとうございます。ありがとう。ハートの花火キラキラン、ありがとう。とてもとても嬉しいです。ありがとうございます。ありがたわ。ありがとう。マリーさん、いつも本当にありがとう。とてもとても嬉しい。ありがとうございます。タワーパチパチありがとう。パチパチもありがとうございます。てつーさん、こいしてかぶさん、さーちゃんさん、なーらぶさん、あせとんさん、なーらぶさん、花火も金魚もありがとう。ゲストありがとうございます。うん、本当にたくさんこのビツの期間たくさん応援してくださってありがとうございます。こんばんは、こんばんは。受験さんもこんばんは。星投げもありがとうございます。リチャさん、レインボースターありがとう。キモさんもレインボースターありがとう。
あ明日家族は、あと明日学校終わってからサマーランド行くらしい。楽しそうじゃん。ついてかないの？スーパーにお札なんだろう、売ってて秋を感じました。お札なんじゃ、なんだっけ、なんだ。あ、くまけんさんこんばんは。お札スナック、お札スナックってどんなんだっけ。お札スナック、さつまいもチップスってことか。美味しそう。なんかもう8月の終わりくらいから自分もスーパーで見た気がする。スーパーかコンビニか。いいね。スーパーのさつまいもはうまい。さつまいも美味しいよね。カルビーのさつまいものお菓子、カルビーさんのさつまいものお菓子がお札スナックなんだ。カルビー限定なのね。食べたことないかも。気にしてみよう。月見バーガーの季節になってきた。なんか月見なんちゃらってめっちゃ話題になってるね。どこも月見月見って出すんだね。月見バーガー、キミバーガー、みんな何、目玉焼きが好きなのめっちゃ X とかで出てくる月見バーガー、月見なんとかって。すごい、どこもお月見月見月見ってすごいな。秋冬にしか売られないんです。そうなんだ。さつまいもの季節ってことね。焼き芋の季節ってことか。美味しいんですか。なんか紫のと黄色のがある。イーターマクドとか行くの。出た出た、マクド出た関西限定。あ、でも四国か。マクドこれも分かれるよね。マクドっていう人とマクドっていう人がいる。この論争したくなっちゃうこれから秋限定の食べ物増えてくるね。ねえ、秋大好き、秋楽しみだね。またみんなスタバも新作とか言い出すんでしょう。月見マックシェイク、やばい。月見マックシェイクって何？カスタードプリン味。目玉焼きとかだけが月見じゃないんだね。
甘くて美味しいです。じゃあちょっと私も見つけたら買ってみたいと思います。お札スナック。ひーちゃんが行くのはマック。ずっとマック呼びだったよね。マック、うん、関西人友達にもあんまりいなかったから。メンバーがマクドって言ってるのはマクドだって思ってる。私やシャインマスカットもそろそろ食べたいな。もうこのショールーム連日シャインマスカットの話題ね。えそういう季節ですね。四国もマクドだな。え、それな、香川も関西弁っぽい喋りが入ってるんよ。だってやっぱ岡山からつながるからかな。四国香川だもんね。岡山から岡山寄りなのかな。岡山は関西寄り。ハッピーセットで追加シールもらえる。え、それね、気になってる。かわいいと思って。さあちゃんさん花火ありがとう。くまけんさん金魚ありがとう。旅猫さんハートありがとう。月見バーガー、月見パイ、お芋スイーツ、ドリンク、すごい。どこも9月からめっちゃ秋に寄せてくるね。9月1日から秋だ。マックのアップルパイが食べたい。全然季節関係なく年中あるやつね。アップルパイ美味しいよね。お芋好きですか？芋、焼き芋ってこと？ね、昔は嫌いだったけど克服した。でもあえてなんかこういうなんていうの、スイーツになってたら食べないかも。そのまんまの方がいいって思う派かな。って感じ。そうなんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。みんな好きなんですか？でもこういう新作みたいなの見るのおもろいよね。楽しい。今日ちいかわのガチャを見つけて流れるようにコインを投入してしまった。いや、
わかる。共感です。バリーさん、キングたくさんありがとう。ヘンダーソンさん、花火ありがとう。金魚かわいい、嬉しい。ありがとう。ね、ガチャガチャってかわいいの見つけるとつい遊びたくなっちゃうよね。息子はふくふくした食べ物が苦手だから、え、めっちゃわかる。めっちゃわかるよ。自分も昔そうだった。ほくほく無理だった。てか今もちょっと無理なんで。じゃがいもとか、ここにもいた。ここにも若干ほくほく苦手組がいます。金魚すくいもそう。金魚すくいやったことないかも。なんか生き物かわいそうじゃん。生き物金魚鉢見るのが好き。金魚は好き。金魚は大好きけど、水からすくい上げちゃうなんてできないかもしれない。やったことないけどやったらちょっと楽しさ覚えちゃうかもしれないけど。こんばんは。バリーさん、金魚たくさんありがとう。金魚ってでもかわいくない？金魚ってかわいい。かわいいよね。魚大好きだから。金魚かわいいって思っちゃう。昔からひよこってなかったよね。それ知ってる。やばいよね。えげつないです。お祭りの定番だったみたいですね。ちょっとそれでもさ、正直さ、そうやってお祭りにさね、いろいろ生き物って出てきちゃうじゃない。全然今でもそれってさ、大抵でもさ、体の弱いこうがさ、そうやってお祭りに出されちゃうじゃない。そのカラーひよこから鶏になった子はいるのかいね。単純に気になる。ひよこちゃん、それどうなるんだろうね。赤ちゃん、バブバブひよこは毛が生え変わるの？羽が、毛じゃないね、羽だね。ルームフォローの呼びかけありがとう。今では考えられないけど、いやマジでね、マジで成長するのか気になっちゃうね。うん、気になっちゃう。気になっちゃうよね。気になっちゃいますよ。それはどうなったんですか。家の、え、ここにすごい情報者が、家の隣は鶏になったようだって。すごい、そうなんだ。ちゃんと立派な鶏ちゃんになったのね。羽って生え変わるから、もうカラーニワトリではなくなるんだね、きっと。すごい、
サイリウムありがとう。嬉しい。大松さん、たくさんサイリウムありがとう。さーちゃんさん、金魚ありがとう。卵を産んでたの55年以上前。やばー、すごい、すごい、やるやる。すごい、そうなんだ、素晴らしい、よかった。ちゃんと育った子もいるのね。かわひよこちゃん、ニワトリになれた子もいるのね。すごい、立派、立派に生きたんだね。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう、キラキラサイリウム。ひまわりさん、ハートありがとう。大政さん、たくさんありがとう。リコチさんが引用してくれてた、嬉しい。階段に段ボール箱を置いてたような記憶。え、どういうこと？階段に段ボール箱を置いて、ニワトリ、ニワトリ、どういうこと？加藤さん、ハートありがとう。ヨーカのさんもサイリウムありがとう。リコチさんとの写真可愛すぎた、嬉しい、ありがとうございます。リコチさん、とても可愛くて優しくて大好きです。ダンボール箱がニワトリの部屋。そうなんだ、ニワトリ、ニワトリハウスだったのね。段ボール、段ボールでニワトリちゃんのお部屋があったんだ。すごい、すごい、すごい情報持ってる方が。ショールームっておもろい、おもろいよね、ほんと。なんか、みんなそれぞれエピソード持ってて、みんなで一つの話題が、いろんな意見が、リアルタイムで知れて楽しいです。配信の魅力だね。なおにゃんさん、ありがとう。さあちゃんさん、レインボースターありがとう。初見さんもこんばんは。星投げもありがとうございます。オッケー、
くまけんさん、ありがとう、ありがとうございます。登るくま四尺花火タワー、ありがとう。タワーパチパチ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。嬉しい。タワーパチパチ、ありがとう。くまけんさん、四尺玉、福井帰ってきた、パチパチ、ありがとう、みんなのおかげです、ありがとうございます。嬉しいね、嬉しい、ありがとうございます。パチパチ、ありがとう。じゃなかったんだよ、みんなお気持ちを込めました。全然だよ、本当にありがとね。昨日のツイートも見たよ、すごい、友達がバンドしてるのすごいって思った。そしてその写真カメコしてて素敵と思った。全然初日も来てくれて、お話し会も来てくれてありがとうだよ。こんばんは。
ゆいたん、ゆり、くまけんさん、のぼるくま四色玉花火タワーありがとう。とても嬉しいです。ありがとうございます。忙しいのに来てくれてありがとうね。ありがとう、お仕事も忙しいのにありがとうございます。とてもとても嬉しいです。ありがとう。スチスチありがとう。パチパチもありがとうございます。ありがとう。熊花火ありがとうございます。いつもありがとう。熊健さんもありがとうね。パチパチありがとうございます。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。イラストも可愛い、ありがとう。嬉しい、ありがとう。今あブラックさん、今孫かっこ小児の女子からハート付きの誕生日おめでとうのメッセージカードを渡されました。かわいい、癒されるね。いい話だ。優しい気持ちになれた。よかった、みんなにお祝いしてもらえて嬉しいね。ありがとう。いいエピソード聞かせてくれてありがとうです。よかった。孫小児かわいいな。まだバブですね。星投げもありがとうございます。主権さんもこんばんは。ペガスマンさん、てっつーさん、あきもさん、けいせきさん、ありがとう。ゲストありがとうございます。まっつんさん、こんばんは。ありがとう、星投げありがとう。初見さんも意外といて嬉しいです。ありがとうございます。ゆうなんにゆうゆうお好み焼き配信企画伝えてきました。ありがとう。なんて言ってた。ゆうなんなんくまけんさんも金魚ありがとう。ありがとうございます。ミシェルボーイさんもありがとう。こんばんは。お疲れ様、引き継ぎ頑張って、ありがとうございます。めっちゃ面白そうと、あとはゆいにゃんに、そうね、ゆいにゃんに聞いたら企画ができるね。明日は朝
9時くらいに配信できたらします。できたらします。好み焼き配信企画実現に向け頑張ります。あ、お願いします。ありがとうございます。ちょっとじゃあこういう感じでって、設定してもらえると何の材料がいるよとかも教えてください。ぜひ。できたらの条件付き。そう、ちょっとできたらの条件付き。やっぱり毎日何があるかわからないからいろんなねトラブルもあるからね、何が起こるかわからないので条件付きです。ができたら9時ごろ配信したいと思います。ゆいをメジャーにしたいです。いや、マジでお願いします。待ってます。すみっこ暮らしの開封式をします。EU を公式ユニットに本当にお願いします。マジでお願いしたいです。みんなの力が必要です。お願いします。チャランチャンチャラン。きっと朝ごはん食べてる時間。あ、それは安心。ありがとう。話し会のイベントでやって当選したファンが食べれる。え、それ最高じゃない？最高ですね。なんか縁日とかも室内で、屋台室内でやってさ、自分らが物販したらおもろいよね。すみっこ暮らし、そう、すみっこ暮らし。じゃじゃーん。誰タピオカ？タピオカがなんか恐竜みたいな、バブの乗り物に乗ってる。かわいい。なんかにつけようと思います。キーホルダー。ゆう配信ってクリスマス以来？え、あれクリスマスだったっけ？そうだっけ？大阪で失格なんでお好み焼き屋さんで配信。え、それおもろいやん。お好み焼き屋さん、お好み焼き屋さん使って配信できたらいいね。それ良きですよ。良きです。ゆうゆう配信で知名度上げないと。え、ほんと、ゆうゆう配信またしたいね。したいですね。ゆうゆうゆう。え、そういえばこの間のさ、25日の、なんだっけ、25日、2.5×3 特別ライブだ。そう、それで、最強ツインテールが
ゆゆゆゆがいたんですよ。なんか 1サビ後の感想で、感想に2曲目入る前のところで1列になってみんなでコールし合うところがあったんですけど、最初自分一番後ろだったから最初誰言ってるのか分かんなかったけど、名前みんな似ててびっくりした。ゆうゆうと行く大阪お好み焼きツアー、ちょっと広島感ないけど大丈夫そう。じゃあ広島、なんか瀬戸内に怒られそうな企画だけど大丈夫そう、それ大丈夫そう。3月じゃないか、3月か。今度あずみんさんとサイクリンさんが出る舞台がゆうゆうって略するみたいで、えねえ、それみ一旦一瞬話題になったよ、それ出た瞬間。ゆうなんとゆうゆうっていう舞台らしいよって、ゆうなとなんだっけ、ゆうきゆうなは勇者であるって、すごいめっちゃ有名なやつよね、すごいと思った。はやっめっちゃ数年前流行ってたイメージ、結城優の勇者である、勇者である、ねえ、なんかちょっと読んだ記憶あるけど忘れちゃったな、流行りに乗っかってなんか見た気がするけど、それの舞台化すごい。優なんがたこ焼きよりお好み焼きが好き、知ってます大阪はギリギリ STU にゆかりあるんで OK。 ちょっとでもさ、広島のお好み焼きだからって言われるよ絶対、それちょっと企画通らない、 NG か通っちゃって、ファンにちょっと疑問を抱かれる。ジェイボーイさんの時だけコメントしましょう。どういうこと？ミンミンさん花火ありがとう。星投げしてくれてる方もありがとうございます。さあちゃんさんも花火ありがとう。おはようございます。サンバラゴータさん、ハートセイクンさん、金魚ミシェルボーイさん、結婚してギフトありがとうございます。アニメが放送されてた頃は結構話題になってた。え、4年、数年前、めっちゃ話題だったよね。そう、有名だったと、うん。流行ってたっていうのが。いいかな。ゆうゆう公式ユニットに、ね、なったら嬉しいな。では神戸で神戸牛を食べてからのハリマオセンツアーと、え、お好み焼き関係なくなっちゃった。お好み焼き関係なくなっちゃった。神戸牛。神戸牛気になる。そう、あれ、私まだ瀬戸内の秋に上陸できてないっていう話。兵庫と徳島お願いします。京都徳島行くことないですね。なかなか難しいですね。受験さんこんばんは。とりあえずゆうゆうと行くバスツアー希望で
ねえ、バスツアー、そう、いいよねって言うで、ま、結構前に話したけど、人が集まらないとだね。頑張ります、頑張りましょう。瀬戸内巡りツアーを3期で行けるでしょうか。確かに3期でのイベントって、イベント？なんかそういうのあんまりないもんね。ないね。3期はまだまだこれからですかね。今めっちゃさ、2.5と3期でライブとかさせていただいてるけど、もし4期が入ってきたら、3期と4期は一緒に関わることあるのかな。言うなら集まります。ありがとう。頑張ります。開催されたら何が何でも参加します。ありがとう。ひーちゃんからやってきました。ひーちゃんの配信、ひーちゃんが配信してたの。塩田さん、ギフトありがとうございます。ゆうゆうと広島でお好み焼きツアーでなんとか、それなら大丈夫そう。広島でお好み焼きツアーなら大丈夫そうだね。4期生ねえ、2.5さんが4人だったから、3期と3期が一緒にライブさせてもらえてたのかな、させてもらえたのかな。みんな出身地分かれてるから、え、本当だよね。確かに、どこ行っても楽しそう、どこ行っても楽しそう。ゆうゆうとなることでん貸し切りツアー、あ、ことでんだ。なんかめっちゃみんなゆうゆうユニットにしてくれようとしてくれてて嬉しい、ありがとう。 ねえ、そう、3期生ね、みんな出身地が結構分かれてるから面白いよね。最初から瀬戸内出身のメンバーと瀬戸内外出身のメンバーが半々だったことにびっくりした。きっとそうやって考えて選ばれたんだなって思って。広めの時点でも半々。
よね。半々だよね。そう、すごい。今も半々？フォロー、初見さんもフォローもありがとうございます。 STU に関東の人が加入したことに驚いたし親近感が湧いた。ねえ、関東ねえ関東、なんか過去にも2期生さんにもいたみたいだけど、そう、ちなみに合格の時点では3人、あ、でも静岡も関東？静岡は東海になるの？なんかもう一人関東がいたっていう噂もあります。どんな子か自分は分かんないけど、本当なのかもちょっと分かんないけど、ふさん、くまけんさん、さあちゃんさん、まおさん、ギフトありがとう。山梨県は関東、山梨県も関東か。どっからが東海っていうのとか。そうだよね、山梨は関東だよね。じゃあ4人いたってことか。噂だけどね、もう1人は分かんないけど。そうなんだね。確かに関東からこんなにメンバー取るって思わないよね。自分も正直、まあ瀬戸内のメンバーばっかりかなって思ってたけど、二次審査の時から結構関東民多かった。HKT の7期生では九州外は16人中3人だけ。今回そうなんですね、7期さんは。そうなんだ。四国がいなかったのも意外だったね。四国もいたらしいですよ。本当にこれ私全然見てなかったし覚えてないっていうか普通に知らなかったけど、四国もいたらしいよ。みんなね、四国もっていう噂です。噂だからちょっとそれ本当ってことにはしないでくださいそういう話もあるっていう。自分最終審査で話したのがカナウ、ノアミョン、リエチ、あと
ヒータンのことを覚えてた。多分喋ってないけど覚えてて、しか記憶にないから。わかんないんだよね。わかんない。けどなんかメンバー同士のなんか呼ばれてた気がするみたいな話とかから聞いたことが、噂で聞いたっていうだけですので全然わかんないんですけど。北海道や東北からも集まってほしいね。え、ね、確かに。けど遠いね。遠いからオーディション会場に受けに来るのもちょっと躊躇する人いそう。でも STU が好きだったらどっからでも受けてほしいよね。全然国外からでも受けてほしいって思う。山梨は管轄する行政とかで関東だったり違ったりします。ああそうなんだ。でも関東のイメージ強いかも自分的には。山梨県は何かでも結構メンバー瀬戸内で生まれ育ったのかなって思ったら、瀬戸内出身だけど違うとこで過ごしてたことが多いとかっていうメンバーとかもいたりして、うん。なんか安心した。3期生はこうやって関東とかね多いから、ありがたい、ありがたい、なんだろう、なんかそこでの話とかも合うから、仲間意識があります。関東の天気予報を見るとだいたい静岡山梨が表示されてるからね。確かに。あと30分近くあるから給水してね。ありがとう。何も持ってないや。芋けんぴさん、花火ありがとうございます。30分、確かにそうだね。30分弱あるね。
楽しく、ありがとう、楽しかった、私も楽しかった、ありがとうしーちゃん、たくさん話せてめちゃめちゃ充実してました。あとしーちゃんが面白くても最高、天才でした、ありがとう。首都圏には山梨県含みます。じゃあ山梨県は関東ですね、関東でした。慣れましたか瀬戸内方言とか。え、マジで方言は慣れないかも方言使ってるとやっぱ未だに方言だって思うけど、何、メンバーも何し、カナウとかはめっちゃ静岡弁、みんなでうわ静岡だってなる、それ方言だよってたまにやるよ。あとひーちゃんもなんか実は、あ九州の方言だって可愛いってね、たまに私はひっそり思ってます。気の中で忘れないで、え、忘れないで、忘れないよ方言っていいよね。いやマジでわかる、マジでわかる、方言っていいよね、方言良いですよ、方言可愛いですよ本当に。で、ちょっとカラオケ配信のリベンジしても良いですか、30分あるので。方言っていいよね。私博多弁好きって言う人多いなって思ったけど、お、何？滋賀が好きなの私。でも九州も可愛い。九州もなんちゃらとってバカにしたんよ。可愛いって言ってるんだよ。なんちゃらとって言ってたりさ、可愛いと思って。関西弁も可愛いけどね。関西弁可愛いな。関西弁の女の子の YouTube めちゃ見ちゃうんだよね。可愛い可愛いと思って見てる。静岡は独特な感じが可愛いよね。静岡の友達マジで多いからさ。ご飯何等かな、水筒とみたいな、そう水筒とみたいな、ね、タイプミス忘れて可愛いです、可愛いので大丈夫です。しーちゃんとても可愛いでした。広島が方言強めのイメージ。いや本当にそうなんだよね。広島ね方言強いよね。でも可愛い、なんかかすみとか喋って広島弁出るの可愛かったな。ぜひぜひ、ありがとう、リベンジいいよ、ありがとう。ご飯いかんと使います。なるほどね。でも関西弁話してるときよくわかる。関西弁私わかるよ。関西弁って可愛いし、あでも関西弁は女の子も可愛いんだよな。女の子も可愛いけど、メンズが使ってるのも良きじゃない。ガールズも良きだけど、メンズの関西弁も良きけど、滋賀弁独特でいいんだよな。
京都とは違うはんなりさみたいなものがあるんですよね。最高匂いです。広島4年しか住んでなかったけど、未だに広島弁抜けない。そうなんだ。やっぱ広島弁って残りやすいっていうか、なんかなんて言うんだろう、な、何残りやすい、うん、残りやすい、うん、なんだろうね、なんて言うんだろう、定着しやすい、なんだろうな、なんかそういう感じする。でもボイトレの先生だけは毎回が広島弁だって思うで、ね、なんちゃらなんちゃら K ってめっちゃ言うの。100位の方も1000ポイント超えた。嬉しい、ありがとうございますね。100人の方が1000ポイント、ありがとうございます。明日新しい楽器が始まる、なんか悲しい。日本も9月か、日本結構8月の終わりから始まるとこ多くない？けど9月1日から、小学校とかだったら9月1日から、逆か、小学校こそ8月の終わりから登校させられるのか。なんか9月1日がさ、日曜日なの、最高だよね。9月が新学期組は、なんか新学期始業式みたいなのは9月1日だけど、その前から学校あるみたいなあるあるじゃない。滋賀は岐阜と京都が混じってるイメージある。わかるかも。最高なんですよね、滋賀。邪剣はちょっと使わないかも自分は。でも広島弁の子可愛いなって昔思ってた。広島のアイドルさんの広島弁可愛いなって。タイギーが便利すぎてめっちゃ使う。待って、初めて聞いた、何それ。タイギー、タイギー気になる、どういう意味？聞いたことないかも。一日得した気分になるよね、一日得した気分になる。そう、9月1日が始業式とかだと9月2日ね、一日得した気分になります。あとは逆に9月2日が日曜日で、1日投稿して始業式とかだけやって、1日休みで翌日から授業とかも、もうありがたいですよね。しんどいみたいな意味、そうなんだ。私も使うかな、大ーって。夏休み明け初日が誕生日、お祝い気分が盛り上がらない。あーでもそれちょっとあるかもね。でも帰ってきたら誕生日だって思ったら楽しいかも。ジャケンとギー使ってほしい。ジャケなんちゃらなんちゃらけなんちゃらけって KK 言ってるってさすがに思っちゃう。でもあずみんさんの広島弁かわいいな。やっぱ誰が使ってるかか、結局かわいい、かわいい人が使ってれば何でもかわいいんだよね。冬休みが長い地方は早く始まります。確かに東北とかね、冬休み長いよね。でも日本の楽器もっと長いみたい。もう日本はさ、夏休み短いよね。7月の終わりまで学校あって、終わりの方まで最後1週間くらいだけがから夏休みで、そっから8月のもう最後の週には学校始まってるからね。あずみんさんの方言わかる？それな？あずみんさんの広島弁大好きなんだよね。
タワンキエ取ってがめっちゃ可愛い。あ、届かないってやつ可愛い。それでも使ってる人、あ、でも一回聞いたことあるかも。タワンって可愛い人何言っても可愛い。これはずっと正解、正解でした。それが正解でした。それが正解でした、ね、可愛い人が可愛い、可愛い人は何喋ってても可愛い。なんか強い、強い方言でも可愛い。それで正解です。そういう話でした。マイクはまた小さいわ。やっぱり小さいかな。ちょっと一旦リベンジしてみて、ダメだったらまた途中でやめます。聞こえますよ。ありがとう。夢で見ていた君を知りたい、顔も名前さえもわからない。振り向くときにふと目が覚める。天井をぼーっと見つめため息つく。僕は逃げる。十字路の交差点で目が合った瞬間、奇跡を過ごた。キラ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 、いくつか恋をしたけど、すべて君に出会うためだった。キラ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 、我慢してごめんね、やっと会えた。揺れる黒髪、たまに合う視線がもどかしい。引き込むほどに気づく沈黙、ただ僕の鼓動だけが響いてる。細い華奢な君の全てが愛しい。瞬きするのもしまたもいたけど、だけどキリのキリのキリの笑顔を見れば飲ませない。邪魔をして僕の腕よ。だけどキリのキリのキリの全てを正したくて戸惑ってる。見かけた僕の愛いる。君を探していた。やっぱキラキラキラ、ここ最上級の衝撃溢れ出した。僕のツインクル。やっぱキラキラキラ、夢に見せたこの瞬間、ただいまと
たわが嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。パチパチありがとうございます。もう少しボリューム上げても。BGM のボリューム、マイクのボリューム。たまやありがとう。マッツンさんありがとう。人生知り合ってどれくらいだろう。いつが初めてか覚えていない。ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。だからその中で甘がる。あ、待って、切っちゃった。あ、できた。
ホンをね、新しいんですよ、これでも。新しいんだけど、ネットで買ったのが、電話とかももう調子悪くて、新しいの買えてないんです。ありがとう、パチパチありがとうございます。じゃあ、男女を読みしていきます。13位、ダイさん、ありがとうございます。12位、ユスタさん、ありがとうございます。11位、ベガスマンさん、ありがとうございます。10位、リチャさん、ありがとうございます。9位、ナーラブさん、ありがとうございます。8位、ミンミンさん、ありがとうございます。7位、ブラックさん、ありがとうございます。お誕生日もおめでとう。ありがとうね。お誕生日だけど、来てくれてありがとう。タワーも、ありがとうでした。ありがとう。6位、マッツンさん、ありがとうございます。マッツンさん本当にいつもありがとう、とっても嬉しいです。タマヤもありがとう。え、待って、このさ、タワーのさ、俺さ、明日でも良い？ちょっと後で計算させて。多分7以上タワーよね。ありがとう。5位、大政さん、ありがとうございます。大政さん花火タワーありがとう。4位、さーちゃんさん、ありがとうございます。さーちゃんさんも花火タワーありがとう。3位、くまきんさん、ありがとうございます。全然久しぶりじゃないけど、ありがとう、本当に嬉しかったです。来てくれてよかった、ありがとうございます。たまやとみらぼでタワーです。教えてくれてありがとう。ゆっくり書きたいから明日お礼します。ありがとう。2位、のんたんさん、ありがとうございます。のんたんさんもありがたわでした。ありがとう、とっても嬉しかった、ありがとう、いつもありがとう。そして今日も1位はバリーさん、ありがとうございます。バリーさんもありがたわでした。ありがとう、とっても嬉しかった。花火タワーもありがとね、ありがとうございます。ありがとう、誕生日のお祝いありがとうございました。こちらこそです、ありがとう。一緒にありがとう。こちらこそでは、ありがとう、来てくれてありがとう。ありがとう。